整備士あるある。お客様から、車のエアコン入れると水たまりできるんじゃが、これって正常なんかの対応。新人。あ、それは冷房を使用した時に結露が発生して溜まったお水なので正常です。基本私を含め整備士は機械ばかり相手にしてきたので口下手。中堅。エアコンのスイッチを入れるとエンジンの動力を使ってエアコンコンプレッサーという部品が駆動しだすんですね。すると冷媒が循環しだすんです。エキスパンションバルブっていう部品を通ると急激に気化され温度が下がる性質を利用してエバポレーターっていうラジエーターに似た部品をキンキンに冷やしてブロワーファンっていういわゆる扇風機なんですけど、そこで発生された風をエバポレーターに通すことで冷風となって私たちは夏に快適に運転できるわけなんですけど、そのエバポレーターが結露しちゃうんですよね。その結露したお水をドレーンホースから排出してるわけなんです。友蔵さんの言う通り水だったら正常なんですけど、たまに水と思ってみたらオイルとか冷却水っていう場合があるので、それが要注意なんです。可能でしたら触ってみてネバネバしてないか、または匂いがしないか確かめてもらうといいと思います。中堅くらいこなれてくるとちゃんと説明したいのでついつい話が長くなりがち。ベテラン。友蔵さん、夏場によく冷えた冷たいお水をグラスに入れておくとグラスに水滴がついてテーブルの上が水たまりになった経験ありません？それと一緒です。あ、でも友蔵さんビールしか飲まないか。じゃあキンキンに冷えたビールをグラスに注いでちょっと置いておくとテーブルの上が水浸し。ベテランほどお客さんに顔が広く信頼もされているので、いや何の話って会話をよくしている。